ああ、日本晴れですな。ね。あ、いや、どうも。どうも。では改めてご紹介します。こちらデビッド・ロバートさんです。And this is Mr. Ito and Mr. Yamashita, who'll be in charge of the interior decoration of the American Fair Trains. どうも、はじめまして。あ、どうぞよろしく。伊藤です。山下です。あ、ロバーツです。まあ今日は一つお手柔らかに。こんな。Well, there goes my Sunday.Today is supposed to be his day off, but David has to play golf with his co-workers in order to establish a good rapport with them. I wonder what Kathy's doing now. I have got to learn how to say no in a polite way. さん上手ですね。いやデビッドさん体格がいいからやっぱり飛びますね。また今度一緒にやりましょう。いいですね。ぜひ。じゃあアメリカンフェアの列車一度見に来てくださいよ。もうキッチンはだいたい完成しましたから。So drop by to see the American Fair trains. The kitchen is almost completed. はい、ぜひ。ところでこれから何か食べに行きませんか。私は、ちょっとデビッドさんは奥様が待ってらっしゃるんです。ああそうですか。日曜日ですもんね。じゃあ帰りましょう。そうですね。行きましょう。 He got away this time, but something else was waiting for him. はい。奥村さん。Today is Sunday. Can't we have a day off? I'm sorry. Kathy! Okumura-san. Kathy? Kathy? Okumura-san. Hajime mashite. Dozo, yoroshiku. せっかくの日曜日になんなんですけども、東郷神社の骨董市に行きませんか？どこですか？やっぱりわかりませんか。このシュラインアンティークマーケット。シュラインアンティークマーケット。レッツゴー。はい、行きましょう。Thousands of rare and interesting antiques are sold at this antique market at Togo Shrine. The market is open on the first and fourth Sunday of every month.With over 100 stalls displaying their goods. It's always crowded with people. What will David and Kathy find here today? どうです?こういうのは好きですか? Hi, very much. You know, they're not just round, but all sorts of shapes. Okumura-san, これは? これはね、箸置き。箸置きね。箸、箸ね。それを置く。You rest the chopsticks like that. Yeah, I've used these before, but I didn't know there are so many different kinds. はい、桜に松、そう、梅。いくらですか？100円だ。100円？安いです。そうそう安いでしょ。Let's buy some. You know, we can use them for decoration, and they're real cheap.おいいね。ちょっとすいません。あら、いいね、これ。これください。すいません。今、見てるんですが。あら、ごめんなさい。ちょっとも気づかなくて。でも、私これ10個まとめてほしいんですけど。あ、そう。これと、これ3つに。今、見ているんですが。今、見ているんですが。
山本さん、いいですか。すいません、今使ってるんですが。今使っているんですが。今使っているんですが。This means I'm using it right now, and implies the meaning, so please don't use it. It's a polite but roundabout way of saying no. 使っている means I'm using it, and it's derived from the verb 使います meaning use. 使います。使います。今使っているんですが。今使っているんですが。Let's watch it again.山本さん、いいですか。すいません、今使ってるんですが。あ、そうですか。ねえ、これなんかどうかしら。ええ、よくお似合いですよ。これ試着してもよろしいですか。はい、どうぞこちらへ。永井さん、はい、ここ今空いてますか。ごめんなさい、ここ今使っているんですが。今使っているんですが。今使っているんですが。ねえ、これなんかどうかしら。ええ、よくお似合いですよ。これ試着してもよろしいですか。はい、どうぞこちらへ。永井さん、はい、ここ今空いてますか。ごめんなさい、ここ今使っているんですが。あ、そうですか、申し訳ございません。あちらの試着室が空いていますので、あちらへどうぞ。In the following skits, people will ask to borrow certain items. Which items are available and which are not? Please listen carefully. Here we go.すみません、赤のボールペン、それ今いいですか。あ、これ今使ってるんです。赤鉛筆でいいですか。あ、いいです。これいいですか。それ今私使ってるんですが。あ、これいい。すみません、これ今使ってるんですが。どうも。あ、お待ちしてました。じゃあ、あちらの方で。はい。あ、その前に電話いいですか。あ、どうぞ。この電話いいですか。あ、すみません、今使ってるんですが、あの、そちらの電話をどうぞ。すみません。はい、あ、今使ってるんですけど。あ、すいません。じゃあこちらへ。あ、どうぞどうぞ。ケンちゃん、ケンちゃん、バケツどこ持ってたの。バケツ今僕使ってるんだよ。あいや、おばあちゃん、バケツならこれどうぞ。 Let's check your answers. すいません、赤のボールペン、それ今いいですか。これ今使っているんです。赤鉛筆でいいですか。あ、いいです。あ、サンキュー。 The red pencil was available, but not the red pen. これいいですか。それ今私使ってるんですが。あ、
これいい？すみません、これ今使ってるんですが。あ、やったな。Neither of them was available. どうも。あ、お待ちしてました。じゃあ、あちらの方で。はい。あ、その前に電話いいですか？あ、どうぞ。この電話いいですか？あ、すいません。今使ってるんですが、そちらの電話をどうぞ。すいません。The phone over there was available, but not the one closer. どうぞこちらへ。はい、あ、今使ってるんですけど。あ、すいません。すいません。じゃあこちらへ。あ、どうぞどうぞ。ありがとうございます。The room on the right was available, but not the one on the left. Ken-chan, Ken-chan, bucket どこ持ってたの？ Bucket. 今僕使ってるんだよ。あれや。おばあちゃん、bucket ならこれどうぞ。あ、ありがとう。The tin bucket was available, but not the plastic one. Mimasu?見ます。聞きます。聞きます。食べます。食べます。飲みます。飲みます。書きます。書きます。読みます。読みます。あ、どうぞ上がってください。ありがとう。あ、私はちょっと買い物に行きますけど。どうぞ。あ、じゃあお邪魔しますよ。お茶入りましょうか。ああ、いいですな。じゃあお願いします。はい、どうぞ。
く。いいですね。いいお茶碗。他のも見せてくれませんか。あ、どうぞ。あ、じゃあ私が出しましょうか。おお、これはどれも結構なもんですな。This will look great with roses. それはとっくりといって酒を入れるものですが、とっくり酒とく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 。でも OK OK、綺麗なんだからね。はい。あ、この茶碗だって元はといえばそばチョコなんだし。何ですか？ん、あ、これ、ノットティーカップ、そばチョコ。そばわかりますか？そば。はいはい。そばをつけて。ああでもお茶に合うし、だから気にしない。ノープログレム。はい。あ、さてと、じゃあ私がご馳走を作りましょう。お願いします。はいはい。はい、ロバーツです。もしもし、デイビッドさんいらっしゃいますか？デイビッド、今いないんです。お留守ですか、困ったな。至急連絡を取りたいんですが。 I don't know what I'm supposed to do. もしもし、もしもし、あ、ちょっと待ってください。はい、小村さん。はいはい。あ、私が代わりましょう。わからないんで、うんうん、お願いします。はい、はい、もしもし、お電話代わりました。あの、デビッド君は今出かけてるんですが。デイビッドさんに連絡を取りたいんですが。どちら様でしょうか。こちらから電話しますけれども。坂本と申します。失礼ですが、お電話番号は。はいはい。I really don't like telephones. I couldn't understand a word they were saying. If it wasn't for Mr. Okumura. Application.総務課です。もしもし、田中ですが、課長さんはいらっしゃいますか？課長は今出かけてるんですが。今出かけているんですが。今出かけているんですが。 This means he or she is out now. It implies that a person in question cannot come to the phone or meet a caller. 今出かけているんですが。今出かけているんですが。 Let's watch it again.はい、総務課です。もしもし、田中ですが、課長さんはいらっしゃいますか？課長は今出かけてるんですが。あ、そうですか。じゃあまた電話します。すいません、失礼します。はい、中村ですが。私、杉山と申しますが、ちかさんはいらっしゃいますか？いえ、今買い物に行ってるんですが。今買い物に行っているんですが。今買い物に行っているんですが。This means he or she is shopping right now. It implies that the person in question is not present. The expression ているんですが is often used to explain why someone is not present to answer a phone call or to meet a caller. 今買い物に行っているんですが。今買い物に行っているんですが。はい、中村ですが。私、杉山と申しますが、ちかさんはいらっしゃいますか？いえ、今買い物に行ってるんですが。あ、そうですか。じゃあまた電話します。あの、こちらから電話させますが。そうですか。じゃあお願いします。杉山さんでしたね。はい、杉山です。わかりました、ごめんください。Let's do some exercises. Several people in the following skits will receive a phone call or a visit, but they won't be able to respond. Find out why.
Choose from the following list of reasons. Because he's sleeping. 寝ているんですが。寝ているんですが。Because he's on the phone. 電話に出ているんですが。電話に出ているんですが。Because she's at a meeting. 会議に出ているんですが。会議に出ているんですが。Because he's taking a bath. お風呂に入っているんですが。お風呂に入っているんですが。Because she's practicing the piano. ピアノのレッスンをしているのよ。ピアノのレッスンをしているのよ。Please note that this is a casual form of speech used by women. Now let's begin. もしもし、総務課です。あ、田中ですが、佐藤さんいらっしゃいますか？佐藤は今、別の電話に出てるんですが。あ、そうですか。あの、後でこちらから電話しますが。そうですか、すいません。じゃあ、内線の335にお願いします。335、田中さんですね。え、そうです。失礼します。すいません。いらっしゃいませ。あの、私、こういうものですが、はい、小野さんいらっしゃいますか？小野ですか？小野は今、会議に出ているんですが。ああ、そうですか。3時頃でしたら終わると思いますが。3時ですね。じゃあまた来ます。すいません。こんにちは。あら、こんにちは。ちかさんいらっしゃいますか？ごめんなさい、ちかは今ピアノのレッスンをしてるのよ。そうですか。一緒にプールに行こうと思ったんだけど。また誘ってくださいな。はい、また来ます。さよなら。さよなら。もしもし、中村ですが。もしもし、あの、健太君いらっしゃいますか？どちら様でしょうか？あ、僕、山田と言います。あの、健太今ちょっと風邪で寝てるんですが、どんなご用でしょう？あ、そうですか。じゃあ結構です。お大事に。ありがとう。じゃあまたね。ごめんください。はい。あら、吉野さんいらっしゃい。こんにちは。中村部長はいらっしゃいますか？すみませんね。今、お風呂に入ってるんですよ。あ、そうなんですか。でも、どうぞお上がりください。あの、少し待ってていただければ。そうですか。はい。じゃあ、失礼します。どうぞ。So, let's check your answers.もしもし、総務課です。あ、田中ですが、佐藤さんいらっしゃいますか？佐藤は今、別の電話に出てるんですが。あ、そうですか。あの、後でこちらから電話しますが。そうですか、すいません。電話に出ているんですが。電話に出ているんですが。田中さんですね。え、そうです。失礼します。すいません。いらっしゃいませ。あの、私、こういうものですが。はい、小野さんいらっしゃいますか？小野ですか？小野は今会議に出ているんですが。ああ、そうですか。3時頃でしたら終わると思いますが。3時ですね。じゃあまた来ます。すいません。会議に出ているんですが。会議に出ているんですが。こんにちは。あら、こんにちは。ちかさんいらっしゃいますか？ごめんなさい、ちかは今ピアノのレッスンをしてるのよ。そうですか。
一緒にプールに行こうと思ったんだけど。また誘ってくださいな。はい、また来ます。さようなら。さようなら。ピアノのレッスンをしているのよ。ピアノのレッスンをしているのよ。もしもし、中村ですが。もしもし、あの、健太君いらっしゃいますか。どちら様でしょうか。あ、僕、山田と言います。あの、健太今ちょっと風邪で寝てるんですが、どんなご用でしょう。あ、そうですか。じゃあ結構です。お大事に。ありがとう。じゃあまたね。寝ているんですが、寝ているんですが。ごめんください。はい。あら、吉野さんいらっしゃい。こんにちは。中村部長はいらっしゃいますか。すみませんね。今お風呂に入ってるんですよ。あ、そうなんですか。でもどうぞお上がりください。あの、少し待ってていただければ。そうですか、はい、じゃあ失礼します。どうぞ。お風呂に入っているんですが、お風呂に入っているんですが。 Now let's watch the skits again. Listen this time for the key sentences we've just studied. もしもし、総務課です。あ、田中ですが、佐藤さんいらっしゃいますか。佐藤は今別の電話に出てるんですが。すいません。いらっしゃいませ。あの、私こういうものですが。はい。小野さんいらっしゃいますか。小野ですか。小野は今会議に出ているんですが。こんにちは。あら、こんにちは。ちかさんいらっしゃいますか。ごめんなさい、ちかは今ピアノのレッスンをしてるのよ。もしもし、あの、健太君いらっしゃいますか。どちら様でしょうか。あ、僕、山田と言います。あの、健太今ちょっと風邪で寝てるんですが。はい、あら、吉野さんいらっしゃい。こんにちは。中村部長はいらっしゃいますか。すみませんね、今お風呂に入ってるんですよ。私がやりましょうか。いやいやいや、見ててください。あ、私が切りましょうか。いやいやいや、まあ、見ててください。はい、ロバーツです。あ、奥森さん、あ、今料理してるんですか。誰ですか。井上さんです。後でこちらから電話しますよ。よじけて、OK、できた、できた。さあさあ、よしですよ。あ、奥村さん、レモンは？うん、後で OK ですよ。さあさあ、食べてください。本当に美味しいですよ。はい。These two are definitely good match.